ここは稲部市大安町にあります中央が丘会館です。自治会員数約580世帯あります。自治会のテーマは未来に向かって小さな優しさ、大きな絆、みんなの助け合い。ただいま出品物の搬入を行っています。リュースとは再使用のことです。あなたのいらないものは誰かの欲しいものかもしれません。ということで、金銭のやり取りなしのリュースが始まります。出品物は敷物の上に置かれて並べられています。鉛筆などがありますね。これは星猿ですね。小物入れ、お子さん用の浴衣、そしてお皿、これは氷を溶かすスプレーのようです。バッグとトースター、アウトドア用のボックス、そして動物のぬいぐるみですね。色とりどりたくさん並びました。これは種から育てたクリスマスローズだそうです。主催者の方は初めての試みとあって少し心配ですよね。さあ、10時になりました。オープンです。説明を伺いながら品試しですね。星猿もらわれました。会話が弾み楽しそうですね。よーく見て品試しのようです。紙袋も用意されていましたよ。オープンからわずかですが楽しくリュースされています。皆さん、アンケートに協力ください。いくつでもパン、パンもいいよね、はい、はい、いくつでもいいです。で、ここでみんなでちょっとお茶飲んだりする。カフェもいいね。カフェもいい、うん、はい、ありがとうございます。図書、ここの図書をもう好きにしてって言われたもんで、もうちょっと古いのでそういうのをもうちょっと処分したり、あと寄付してもらったりして、でもう借りっぱなしの図書館みたいな。パンやおやつの作り方完成。あ、これなこれなんか、な、私もそう、あ、そう、こんちゃんも、こんちゃんも、パンやおやつ、はいはいはい、はい、はい、まだです、まだ返さない。はい、どうですか、もういいですか、はい、はい、ありがとうございました。自治会長にもアンケートを。リ
デュースでいただいた品物を見せていただきました。今回初めての催しでした。いかがでしたか？あ、よかったからまたお願いしますって。なんか種から育ててもらって、バッグと写真入れと、写真入れとこれなんかベランダにね、はい、かけると、はい、あの枕ちょっと乗せたりね、あの靴下とかちょっと小さいもんかけたりできるって言ってみました、はい、そうですね、あの楽しいですよね、あの見せてもらうだけでもね、いろんなの、うん、ご厚意でタケノコが用意されました。今回の催しについて伺いました。やっぱりこの団地というところでなかなかこう皆さんとこうお知り合いになることとかも少ないですし、であのこういう、まあ、ちょっとした催しをやることで、あの少しでもね、あの皆さんとお知り合いになるということで、であの、まあ、なんか有事の時にもそういうのが役に立って、あの行くのかなと思いますので、まあ、地道に少しずつあのこういう活動をしていきたいと思っています、まあ、このリユースの会にとどまらず、みんながまあつながっていっていただく活動をさらに大きくしていただければなと、そんな思いを今後の発展をあの楽しみにさせていただいております。私は土人形をいただきました。リユースが縁で人の輪が広がりますように。